どうも皆さん、おはようございます。手札の魔法見せつけて害悪龍です。さあ本日なんですが、なんかスーパーロマン合体デッキ作ってきましたですね、簡単に説明しますと、カオスソルジャー出て、恐竜さん出て、ブルーアイズ出ます。そういうね、やべえデッキをね、戦士出て、恐竜出てドラゴン出るっていう、スーパー異種交配ガチ勢の、デッキを作ってきましたんで、ご紹介していきたいと思います。オーバーテックスゴアトルスっていうね、この最強モンスター。これ2枚になりましてですね、これなんだっけ、なんかそのイベント、違うわ、デュエリストの挑戦状か、これのイベントでなんか2枚目手に入ったんですよ。でこれ2枚詰めるようになりましてですね、このモンスターね、まあリンクスだと全然活躍しないんだけど、これね OCG だとすげえ強くてですね、これ墓地に送られるだけで、デッキから進化薬魔法カードを手札に加えるっていうね、効果を持ってるんで、この究極進化薬っていうカードを手札に加えられるんですね。でこの究極進化薬何かっていうと、手札か墓地から恐竜族となんか恐竜以外のモンスターをなんかこのガッチャンコさせると恐竜が出せると、しかも手札デッキからレベル7以上の恐竜族を召喚条件を無視して、めっちゃ強いですよ。で強い恐竜があんまりいないっていうリンクスは問題があるんだよ。そのアルコンとか OCG は出すんだけども、それで、リンクスだったら、まあ、一番強い恐竜何かなってバーって見た感じ、まあ、ジュラクタイタンだったんですよね今のところは。まあもちろんその打点で言うとそのスーパーコンダクターティラノとかいますけど、あとアルティメットティラノとかもいますけど、一応まあジュラクタイタンが体制的にはその罠カードとモンスター効果の対象にならないという、まあこれちょっと魔法入れてくんないと魔導陣でぶっ飛ばされるよみたいな話はあるんですけど、まあ言うてこいつが多分一番強いと思ったんですよ。だから究極進化薬でジュラクタイタンを出しながらまあ戦っていくデッキでね、こいつを墓地に送る方法ってやっぱね一番ね手っ取り早いのこれなんですよね。挑戦士の方が闇と光のモンスターを手札がデッキから墓地に1枚ずつ送って儀式召喚できるよと、カオスソルジャーを。でこれレベル7の闇属性なんで、レベル1の光属性をなんかその手札か墓地、手札かデッキに入ればいいんですよ。これ1光なんですよね。太鼓送ってさらにデッキからブルーアイズエンドフェイズに出すっていうガチでやべえコンボをね、成立していきたいと、思います。でカオスソルジャーは1枚なんですが、カオスフィールドを入れてますんで、まあ、一応サーチはできますよということと、あとコスミックサイクルをガン詰めしますんで、ほんとブラックマジシャンとか、まあ、そういうね、やばすぎる魔法トラップとかを除去しながら、ゲシカの使い手を使って、まあ、安定感を増すというね、そういったデッキとなっております。で、シンクロ召喚もワンチャンできるんで、この辺のモンスターは入っております。早速、最強の盤面をね、1戦目マジやべえ盤面できたんで、ご紹介していきましょう。デュエル、スタンバイ。さあお相手の方、ディーバよろしくお願いします。デュエル3倍ディーバ珍しいね。カオスフィールド、カオスソジャー、ちょっとすいませんね、なんでか知らないですけど、なんか俺今これあれだな、アスカに なってんなキャラクター、ちょっと遊戯に変えてくるわこの後なんで俺アスカなってんだ。そして超戦士のホーガの効果を発動。一つの魂は光をじゃない、一つの魂は闇を導く。やがて二つの魂はカオスの光を作り出す。カオスソルジャー降臨。かっこいい、かっこいいけど、かっこいいけど、もうちょっと一回オーバーテックスゴアトルスのモンスター効果を発動。墓地に送られた場合、究極進化薬を手札に加えることができるぜ。そして降臨した、降臨したからもう即刻に流ってもらうか。ドラゴンバーミロンディア、カオスソルジャーにレベル1、青木の剣士をチューニング、ドラクオン伊勢谷雄介をシンクロ召喚。そしてフィールド魔法カオスフィールドの効果によって手札に挑戦士の砲丸を加える。さらに手札よりマジックカード究極進化薬を発動。墓地のオーバーテックスゴアトルスおよび青木の剣士をゲームから除外し、現れろジュラックタイタン強え、ターン終了時太鼓の白石の効果を発動。デッキより現れろブルーアイツホワイトドラゴン、強え強え、なんだこの盤面強すぎないか、やばいだろ。ジュラックタイタン恐竜機械、ドラゴンっていうね、素晴らしいですねこの盤面。これやられても、一応レベル7の、恐竜かレベル1の、太鼓かなんか引けばまたカオススローじゃ出ますから、これ素晴らしいデッキだ。
これは分回ってる、イソムブ決まってるね。で崩壊ダーマ OK。 さあ崩壊ダーマで手札から崩壊をカード切るとワンドローですよね。崩壊カード切ってワンドロー OK、 了解。今もうカオスフィールドはあんま関係ねえな、これカウンターは。さあそして、インディオラデスボルト、なるほど。結構これ純正の崩壊デッキっぽいな。純正崩壊デッキかなり珍しいので、ドローフェイズ、それは何ですか。まあ、とりあえずドラクオン伊勢谷雄介の効果を発動。伊勢谷雄介の効果によって相手のセットカードを破壊させていただいて、崩壊ビジョン、なるほど、はなるほど。これがですね、覇気です。これはね、あの覇王色の覇気。さあお相手の方ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、戦士たちの草原 OK。 でもマジで1個言えることは、まあ、これハンド結構いいな。1個言えることはあれですね、これちょっと白きデリアムでほしいな。デッキトップ6ウッシュ珍しい。1個言えることはカオスソルジャーマジで瞬間的にいなくなるっていう、なるほど。これはなかなか強いぞ。だな、言ったらな、コズミックサイクロンでどっち割るか、まあでもセットカードでいいんじゃない。とりあえずセットカード割ろう。二刀流かなんかですか、これは、ね、二刀流ですか、自由解放ですか。なるほど、すごいカード入ってますね。でですね、青き目の剣士召喚して剣士効果発動、太鼓の白石持ってきて、最後の白石持ってきて、でスキル発動していく。さあ儀式の使い手によって、オーバーテックスゴアトルスをデッキ戻し、モンスターカードカオスソルジャーを手札に加えていく。さらにマジックカード超戦士の効果を発動、手札の光属性モンスター、そしてデッキの闇属性モンスターを墓地に埋葬することによって、一つの魂は光を誘い、一つの魂は闇を導く。やがて光と闇の魂はカオスの光を作り出す。カオスソルジャー、これかっこいい、かっこいい、このモンスターかっこいいけど滞在時間めっちゃ短いです。オーバーテックスゴアトルスの効果を発動、デッキから究極進化薬を出るのに加えて、さらにレベル8カオスソルジャーにレベル1アーケーの剣士をチューニング、カオスソルジャー出てきただけ、滞在時間短すぎ。ドラッグオン伊勢谷雄介を新規の召喚、伊勢谷雄介のモンスター効果発動、ドラッグを注入することによって相手のセットカードを1枚破壊させてもらおう、まあ、多分フーマ。さあバチコーンやられて、さあフーマが破壊された、そしてフーマの効果を発動、デッキから6種モンスターを特殊召喚できるぞ。まあキザル入ってのキザル特殊召喚して、キザル効果で、また出てくるみたいなパターンだ。さあ刻んだった、そして究極進化薬の効果を発動、オーバーテックスゴアトルスト、手札の太鼓の白石を墓地の送り、あ除外し、ジュラックタイタンを進化召喚バトル。これさ、でもこの場面かっこよすぎん。でこれ太鼓の白石の効果あるから、ターン終了、太鼓の白石のモンスター効果を発動、デッキより白きレディを特殊召喚、強すぎないですか、これ。このデッキやばいですね。すぐ事故るんですけど、すぐ事故るで来た切断だ。因果切断が流行ってるようですが、因果切断と時を同じくして通信切断というのも流行ってますからね。今ねデュエルリンクスでは、目には目を、歯には歯を、因果切断には通信切断を、大変ありがとうございました。さあお相手の方社長ですね、よろしくお願いします。ユエルスタンバイ。社長か、まあ、とりあえず太鼓セットするしかない。これターン終了だ。太鼓セットできるんで、まあ、言うてね、なんだろうな、何もできないってことはあんまないね、あんまないとは思う。さあリューマドの守護者 OK。 さあリューマドの守護者で融合を手札に加えていく、いいだろう。そして聖眼切っていく。さあリュウマドの守護者で聖眼を蘇生していく、なるほど、うまい。さあそれはうまいぞ、それはうまい。さあ融合を発動していく、終わったくせー。融合、これ聖眼もう3体いるの、2体までにしよう、2体までにしよう。リュウマド、あそっち、あそう、そういうこと。
で伝説の白石トリシューラー、あ、なるほど、ドラゴン族3体融合さんにしてるからなんか除外するんだな。自分の時から除外、エクストラ除外、デッキトップ除外だよな。知らぬいのモノノベを除外。なるほど。なるほど。ワンドロワンステ。お、うまいね。なかなか。お、うまいね、なかなか。で、青眼手札に加えながらの、モノノベでワンドロワンステしていく。それうまいな。さあ、これで何かを、コンボパース的な何かを引いていきたいという、そういうことですか。さあ、青眼を捨てていった。さあ、何を引いた。さあ、トリシューラでぶん殴られていく。あー、やばい、それはまずいよ。つえこのデッキどっかで見たことありますね。そしてなんかどっかで見たことあるな。なんか誰かが紹介していたぞ。